このの動画画は茨城放送で放送送で中アンンドマネーととコラボレーションした企画となっております最前線で活躍されている CFO の方をお招きし私グロービス経営大学院教員である難波がお相手となりファイナンスをテーマにさまざまなお話をお伺いしてまいります本日も株式会社つくる場の CFO 小池亮平さんにお話を伺ってまいります 小池さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい。あのー、まあ昨年来ですね、えー、コロナウイルスの感染症の拡大によって場を作るお仕事をされていらっしゃいますと、すごく大きな変化があったんではないかなというふうに考えておりますが、えー、場を発明するっていう作る場さんのその事業は、この社会の大きな変化の中で、 どんなふうに進化されてきたのかっていうことカウカモ事業っていうのを前半あのお話聞いたんですけれどもその他にコバ事業をやってらっしゃる、はい、そういったことの変化をちょっと伺ってもよろしいでしょうか。はい 我々場の発明を通じてほしい未来を作るというミッションを掲げてあの授業を行っておりますけれどももともとこの場という定義の中にリアルな場だけではなく情報空間的な場も含めて場として定義していましたですのでその中でいくと今回コロナ禍でリモートワークが加速したりリアルな場が少し減っていったりという変化に対してはまあもともとその 僕らの場の定義の中には含まれているので、ま会社としてはあのまあ、そういう風な受け取り方をしております。まあ、世の中の変化としては、あのやはりその。まず買うかも。事業でいくと、そのライフスタイルの変化があの著しいので、まあ、住み替えが加速したりです。とか、あ,あの新しい住まいを求める方というのがあの一定増えている。 ところでもあるので、そういう意味では買うかも。授業に関しては追い風になっているかなと思っております。さらにまコ、あ、ワーキング事業のあの工場を運営しております。けれどもまあ、今まででいくとまあ、オフィスにあの自分が勤めている。オフィスにまあ、毎日のように通って仕事をするというところから、あの新しいこう。 自分としての働く場というところ、まあ、自宅もそうですしオフィスもそうですし第三の場所みたいなところも含めてあの広がりを見せている部分ではあると思いますので、まあ、そういった活用をあの、まあ、していた,だけいただいたりというところはあると思っております、はい、ではこの、まあ、社会の変化の中でむしろこの、えー、事業を発展しているというか、えー、より多くの方に活用していただけるようになっているというところなんでしょうかね。 でもあの、その中でですねいろいろ工夫されていることはあるかと思うんですけれども社会の変化に対応してどんな点をあの事業の中では工夫されていらっしゃるんでしょうかまあ例えばあのカウカモ事業でいきますともともとというとやっぱりこうリアルな接点を持ってこうユーザーさんに価値を届けたりすることが多かったんですけれどもあのオンラインを活用したセミナーですとかあの接客ですとか、まあ、そういったところを通じてサービス提供するなどあの、まあ、この 社会の変化に対応しながらあのまあ新しいあの場のあり方ということも模索しながら実験しながらあの事業を進めているというような状況になっております。はい。はい、あの株式市場は活況で、えー、非常に多くの資金が流入している一方でベンチャーに対しての投資っていうのは今あのまあ申しはベンチャーという段階をこう抜けたのかもしれませんけれどもその申し合わに対しても。えー その資金提供っていうの,のの環境の変化っていうのは見られるんでしょうか。そうですね。まあ、僕らとしては、あの。まあ、コロナ、う、え、ん、っと、上場して、コロナが、あの、まあ、来てですね。まあ、一定の。 時期、あの、まあ、サービスをクローズ、クローズしたりですとか、ストップしている状況もあったので、まあ、一旦足踏みする時間も、あの、それなりにあったなと思ってますと。うん、ま、僕らはまだまだ、まあ、上場しているとはいえども、あの、まあ、ベンチャー企業として、しっかり成長していくとか、投資すべきところに投資していくということが必要だと思っているので、あの、そこをじしっかりやりながら、まあ、投資いただく。 まあ方々に対してまあ還元できるようにまあサービスをあのより大きくしていきたいなというふうに考えております。はい。いや、投資家の皆様との関係っていうのはこの一年そんなに大きく変化はなかったっていう。そうですね。あの応援してくれあのくださる方は引き続きまあこういった状況でもあの応援してくださっていますし、さらにあの僕らとしてはあのまあ上場企業としてあのより多くの方々に対してまあ応援いただけるように。 あのしっかり事業を作ってていいきたいなというう考えております、はい、リアルに人々がこうつながる場だけでなくその情報を介して情報のやり取りをする空間としての場を作っているということもはい、はい、事業の中にあってでそれを両方合わせてこの社会の環境の変化の中で事業をうまく。 進めてこられたっていうふうに伺いましたが、はい、一方でですねリアルであの場を運営していらっしゃるお仕事の方たち特に飲食店の方であるとかはい、はい、そういった事業に関しては、まあ、まだまだちょっとこの変化が続いていく中でですね非常に厳しい状況にある方もいらっしゃると思うんですけれども場を,場を人々が集う場を作る ビジネスっていうのはこれからどんなふうに変化していかれるというふうにお考えでしょうか,なんか今回の,その、まあ、コロナ禍あのこのコロナ環境下において、まあ、改めて僕らもそこまであの強く認識はしてなかったですけどリアルな場の重要性というところがますますあの高まってきたなというふうに感じてます、まあ、僕ら、まあ、コロナになってあの、まあ、リモート環境下に移行しつつあの全大会ですとか、まあ、半期に一度やってるキックオフとかも基本的には全部オンラインに。 移行してメンバーとのコミュニケーションですとか、まあ、そういったところをあのやっていますけど、まあ、その中でもやっぱりこうリアルで集まって、まあ、話をするですとかあのコミュニケーションを取るということの重要性っていうのはあの、まあ、再認識する、まあ、良い機会になっているなと思っているので今のコロナの状況が、まあ、落ち着いてきたらあのまたこのリアルな場というのはあのますます、まあ、必要性が増してくるのではないかなというふうに感じております。はい、はい 会うところは会うでリモートでできるところはリモートでするっていうふうに変化してご自身も一人の働く人としてあとは社員の皆様の働く様子とかを見てて生産性っていう意味ではあのそんなに変わらないっていう感じがしますか なんか新しいことをこう生み出すですとかあの気づきを得るっていう意味ではこう場だったり、うん、こうコミュニケーションを取る中で生まれてくるものというのはあると思うんですけど一定このリモートワークで一人で集中して作業をするとかなんか業務を行うみたいなところでは一定こう生産性は上がっているかなと思うんでまあ一長一短ありみたいな感じかなと思ってます。私も飲み出したりとか 発明をするっていう意味で、まあ、場が大事っていうのが会社のミッションでもある、はい、あの価値の考え方でもあったと思うんですけどもこれをですねテクノロジーの力で何かこう代替できるっていうようなことを発明されたことっていうのはこの1年間。やっぱりその、まあ、僕らもそのリモート環境下でいかにこうあのメンバーとの間のコミュニケーションをもうこう円滑に行っていくかっていうところはこう実験実験のこう積み重ねできていますと。うん 例えばその社内でモーニングラジオっていうのがあるんですけどあの、まあ、社員のメンバーがこうゲストで出てきてあの、まあ、今の状況ですとか、まあ、そういったところをこうみんなに発信していく場を作ったりですとかあとはあの社内法的なものをこう動画撮影してそれをこう全社員向けに配信したりですとかこう実験しながら試行錯誤しながら。 あのまあより良いものを作っていくということを今あの行っています。モーニングラジオって面白いんですね。そうですね。あの録音してそれを皆さんに配信するっていうような形なんですか。はい、そうですね。あのリアルであのまあ生放送もやりつつそれをこう録画しといてまあ聞けなかった人が後でも聞けるようにしたりですとか配信していらっしゃるん、はい、ですか、ね。そうですね。それはあの社内限定なんですか。そうですね。社内限定で何人ぐらいの方でこう、うん 情報共有をされていらっししゃるんでしょうか実際にこう、まあ、インタビューしたりですとかラジオを回しているメンバーは本当、うんまあ、数名であのやっていてあの、まあ、そこにまあ毎回こうゲストのようなあの僕もゲストで出たことあるんですけど、まあ、毎回こう違ったメンバーがこうゲストで出てくるので、まあ、自分に関連する部署の人が出ると、まあ、なんとなく応援する気持ちで見たりもしますしあの違う部署のメンバーが出たりするとあ,あこういうメンバーが活躍してるんだなっていうところ知る機会にもなるので。 ま1、あ、つのそのまあ、コミュニケーションというか、きっかけ作りとしてはまあ、面白い取り組みだったなと思ってます。はい。はい、この、えー、この先ですね。このまあ、状況が落ち着いたと仮定して落ち着かなくてもですけれども、はい、この新しくチャレンジしたいなって、小池さんご自身が考えていらっしゃることって何かありますでしょうか？ ま作る場で買うかもというサービスを今提供しておりますけれども、これがもうあの完全にこう社会に行き渡っているですとか、あのまあインフラ的なサービスにまだまだ到達していないと思ってますので、あのまあそこをこう社会的なサービスに育てていきたいなというふうには感じてます。はい。はい、ありがとうございました。はい、直接お会いする機会をいただけて本当にお会いできてよかったなというふうに。 人に会うっていうことの価値っていうのをやっぱこうやってお話しさせていただく中で改めて認識いたしました。はい、小池さん、今日はどうもありがとうございました。今回のゲストは株式会社作る場の CFO、小池良平さんでしたありがとうございました。ありがとうございました。